どうもーヤリです。チンポーン、ズーン、キラリンチョ、キラリンチョ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 、パキーン、ヘイマゴンマズ、僕たちの私、シャチコミンさんですよ。はい、ということで今回ですね、シャチコお兄さんと一緒に動画を撮ることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当コラボ呼んでいただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。超楽しみにしてきました。いや、であのシャチコお兄さんがやられてた、はいはいはい、NHK を迎え入れるっていう動画あったじゃないですか。はい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 、あれいいなと思って、僕やってみたいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、もうそれで、この間 NHK の人来たんですよ。ここにですか。はい。それで対応する時間なかったんで、今日の夕方ぐらいに来てもらえませんか、はい、って言ってて。はい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 。それでシャチコお兄さん呼んでたんですよ。あ、なるほど。それで一緒に、はい、いいじゃないですか。それで、はい、NHK の人を迎え入れてどういう風になるのかなと思って。なるほど。で、一応僕ん家があのテレビはないんですよ。あ、そうですね、なんもないですね。だから払わなくてはいいんですよね、受信料。あー、ちょっとよくわかんないですけど、僕、はい、なんかこの前、はい、受信料を払う義務っていうのが裁判で可決されたっぽいんですよ、はい。あー、そうなんですね。だからひょっとするとテレビがなくても、はい、払わないといけない可能性はあるんですよ。まあどっちでもいいんで僕は。まあそうですね、まあ、その辺は NHK さんに聞いてみたらいいですね。そうっすね。とりあえず僕は迎え入れればそれで満足なんで、迎え入れちゃいましょうか。なるほど、わかりました。じゃあ今回ですね、はい、NHK さんをおもてなしするためにプレゼントを用意したんですけど。いいじゃないですか。それがですね、こちらになっております。シャンパンです。シャチコお兄さんの年収的には高い値段なんじゃないかなって思うんですよね。本当ですか。年収250万円ですからね。おお。次にですね、ケーキをご用意させていただきました。ハッピーバースデーって書いてるんですけどね。名前ないですね、 NHK。 名前ないっすね。で、誕生日かどうかも分かんないですね。博打ですね、これは。365分の1ですよね。当たってるかもしれないんですけど、博打のハッピーバースデー。次にですね、こちら寿司をご用意させていただきました。すごい。はい、めっちゃ高かったっすね。シャチコお兄さんの年収的には、まあ、買えない。本当ですか、そんなに。そして NHK さんのタクシー代としてですね、こちら30万円分のですね、ご祝儀を用意させていただきました。僕の手取り20万切りますからね。なるほど、ありがとうございます。いや、頑張ってください。すいません、なんか。はい。そして最後にですね、なんとうまい棒をご用意させていただきました。いきなりランクめっちゃ下がりますね。シャチコ兄さん買えます、うまい棒は。早いですね。5円チョコぐらいが。ああ、確かにそのくらいが妥当っすね。とりあえず待ちましょう、まず。わかりました。よました。来ましたね。ちょっとじゃあちょカメラを見ていきましょうか。よし、よし。あ、どうもこんにちは。すいません、ありがとうございます。NHK の。あ、来ていただいてすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、受信料のお話でしたよね。そうですね、今日受信料の件でお伝えさせていただきまして。じゃあ中でいいですかね。あ、こちらでお話しさせてもらえればと思うんですけど。中にお茶とかもありますし。あ、はい、もう全然そんなお気遣いなく。あ、そちらで、はい。ちょっとわかんないことがあって、僕の家がテレビがなくて。あ、そうなんですね。ちょっと確認してもらえないかなと思って。ダメですかね。ちょっと一回来ていただいてもよろしいですか。ちょっとうるさくて、ここでちょっとお話しさせてもらえればなと思って。本当にもう僕が招いてる形になんで、はい、もう気になさらずに。あ、はい。なんでお話するだけでいいんで、本当に。じゃあ、ちょっとお邪魔してくる。はい、もう全然すぐ帰っていただいて大丈夫なんで。あ、すいません、すいません、いったん。すいません、はい、すいません。一旦お邪魔します。ちょいやっさ。どうぞどうぞ。本当に、あ、全然全然大丈夫なんです。すいません、確認だけなんで。はい。あ、どうぞ、とりあえずあ、どうぞいただいて。あ、もう始めます。はい、すいません、なんか。ええ、はい、すいません、急にしました。本当、確認だけでいいんですけど。はい。で、ちょっと、せっかく来ていただいて、はい、あの、まあ、飲み物とかご用意してまして。あ、いい、いいです、そんな。シャンパンなんですけど。シャンパンですか。はい。大丈夫です。今日、約束してたじゃないですか。ええ。それで買ったんですよ。いただいて、ああ、はい、仕事中なんで、ああ、そっか、すいません、申し訳ないです。仕事中だからしょうがないか。ちょいやっさ。腹減りません。いや、特には。実はですね、寿司をご用意させていただきまして。
こちらですね。買ったんですよ、これ。その傷がなく。めちゃめちゃ高かったんですよ。一緒に食べたいなと思って買ってきたんですよ。お腹空いてるかなと思って。いや、もう本当にもうお腹は空いてますか？お腹は全然空いてないんです。空いてないですか？空いてないです。それはしょうがないですね。ちょっとせっかく来ていただいて、はい、ケーキをご用意させていただきました。ちょいやっさ！誕生日ですか今日？誕生日昨日ですね。え、昨日？昨日なんですよ。本当に昨日？いや本当に昨日。ちょっと私も今びっくりしたんですけど。うわ、慎太郎さん昨日来てくれたらよかったのに。いや持ってねえな俺。持ってねえな。いやーびっくりしました。持ってねえな。いや俺これ用意してもらったんですよ。ハッピーバースデーっていうのをこのチョコ。あ、まだまだ。あとは書いてもらったんですよ。すいません。昨日やったんすか。昨日やったんですよ本当に。運命を感じます。ちょいやっさ。じゃあ例なんですけど。はい。ないんすよ俺のターン。そうですよね、私も入った時見た感じだと定義ないなと思ったんですけど。どうですかね、受信料的には。まあそうですね、受信するものがないとなると。ああ、俺のターン。他に例えばパソコンで見れるとかもないですか？ああ、ないっすね。あ、そうですね、受信するものがないとなると、まあ、なかなかこう受信料いただくっていうのは難しいので。そうですね。ここで勝利を確信したスケベな頼人はあるものを取り出す。あとすいません、もう一個あって、はい、こちらなんですけど、ご祝儀。ご祝儀ですか？今日来ていただいたじゃないですか、 NHK さん。はい。だから30万円のタクシー代。30万円ですか？はい。僕の手取りより多いんですよ。ちょいやっさ。せめて。いやいや、ちょっと怖い怖い。怖いですか？怖いです、怖いです。ちょっと、すいません。何も受け取らないですね。いや、もう本当にもうお気持ちだけでいただければ。意味わかんないなぁ。ちょいやっさ！あ、じゃあ、せめて、うまい棒とか用意したんですよ。いや、ちょっとすいません、うまい棒だけ。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いただきます。すいません、いただきます。はい。あ、開けましたね。あぁ。じゃあ、すいません、いただきます。はい。おーい、コーンポタージュ味なんですけど、はい、たこ焼き味が良かったですか、サラダ味が。いや、もうコーンポタージュ味が僕一番好きなので。一緒。あ、本当ですか。慎太郎さんは。僕はたこ焼き。あー、もう毎回外すこの人。全然空気読めない。うまいですか？おー、全部食った。全部。あ、それ。あ、はい、大丈夫、ありがとうございます。持って帰るんですね。うん。あ、多分記念にですよ、記念に持って帰るから。じゃあもうこんなにしていただいたの初めてなんですね。気持ちは伝わりましたね。そうですね。じゃあまだちょっとお時間いただいちゃいます。ありがとうございます。はい、じゃあお送りします。すいません。どうぞどうぞ。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。お疲れ様です。どうぞどうぞ。よいしょ。あ、すいません。ありがとうございます。結論、うまい棒は美味しい。こうしてこの世界にまた一つトリビアが生まれた。他人のチャンネルだからということもあり、暴言を吐きまくる頼人。しかし童貞である慎太郎は自分よりエロい頼人に戸惑いを隠せずにいた。次回、株式会社シャチコお兄さん、おいカリブラ聞いてるか。だからカリブラより面白いじゃないですか。しにたい。明日も仕事、明後日も仕事、し明後日も仕事、し明後日も仕事、きっと死ぬまで仕事、未来永劫仕事。